皆さん、こんにちは。今回は俳優の段次郎さんについて調べていきたいと思います。1971年、小46つの TBS 系特撮ドラマ、帰ってきたウルトラマンの京秀樹役などで知られる。俳優の段次郎、段次郎、本名、村田秀夫さんが、22日午前4時14分、肺がんのため亡くなったことが分かった。74歳だった。24日に所属のアルファエージェンシーが発表した。同事務所は、バンダイヒロミ代表取締役名の文書を発表。悲しいお知らせです。3月22日創業4時14分。段次郎、享年74歳、が永眠いたしました。2017年夏に肺がんとの診断を受けました。病気になってからも、ユーモアと優しさを失わず、生きるパワーに満ち溢れて仕事に邁進しておりました。残念ながら昨年末より悪化をたどり、力尽きました。葬儀は近親者のみにて取り行います。皆様には生前のご厚誼に深く感謝いたしますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます。アルファエージェンシー代表取締役バンダイヒロミ・ダンさんは、1949年、昭24、1月30日に京都府京都市に、英国系米国人の父と母の間に生まれた。米国空軍の軍人だった父は、ダンさんが2歳の時に朝鮮戦争で戦死したという。1966年、昭41つに、勝新太郎さんが主演した大映の映画、酔いどれ博士、三角健二監督に脇役として出演。役名も、セリフもない役どころだった。翌67年に、大手化粧品メーカー資生堂の専属モデルとなり、68年に男性化粧品 MG5 の CM で一躍、その名が知られた。同年には新人俳優段次郎として、渡里哲也さん主演の日活映画、我が命の歌演歌、増田敏夫監督に青山浩二役で出演。日活がクラウンレコード、現実本クラウンと提携し、黒沢明とロスプリモス、三河健一ら同社のオールスターが総出演した同作で、水前寺清子の演歌とともに主題歌となった。バラの恋で歌手デビューも果たすなど、この年が実質的なデビュー年となった。そして71年に、帰ってきたウルトラマン TBS で主人公京秀樹を演じた。郷はハンサムで、一本気で時に突っ走りつつも、苦悩するナイーブな一面もある役どころで、ダンさんの人気は不動のものとなった。また、ウルトラマンと融合したまま地球を去るというパターンの、最初の主人公だったことも、その人気に拍車をかけた。84年に、片岡仁左衛門、当時は片岡孝雄、主演のハムレット。木村光一区で14ブラスを演じ、それ以降は活躍の場を舞台に移した。同年、江守徹、日下武史主演の、グッド。坂東玉三郎公演、長崎十二景、85年杉村春子主演、浮き巣。森光子さん主演の芸術座公演、森重久弥さん座長公演に立て続けに出演し、舞台俳優としての地位を確立していた。帰ってきたウルトラマンで、主演を務めた俳優の段次郎、段次郎さん。私生活では結婚して、娘さんを設けたという噂が流れていますが、本当なのでしょうか。またハーフであるという噂の真相についても、イケメン俳優だった若い頃の画像と合わせて紹介します。さらに結婚した妻の詳細を確認し、家族情報をまとめます。段さんの娘さんについて気になる人が多いようです。調べたところ、段さんには娘さんがいないことが分かりました。同じく息子さんについて気になる人もいるようですが、そもそも子供を設けていませんでした。またインターネット上で情報を検索していると、段次郎綾瀬はるかという検索キーワードが表示されます。綾瀬さんが娘さんなのでは、と考えている人もいるのかもしれません。しかし実際には子供がいませんから、当然綾瀬さんと血のつながりはありませんでした。二人の名前が結びついた理由は以下です。2016年11月4日に放送された NHK 系列の番組、BS コンシェルジュにダンさんがゲスト出演。この時大好きな女優として、綾瀬さんの名前を挙げていました。職場で綾瀬さんを呼び止めて、写真を撮らせてもらい、その写真を携帯電話の待ち受け画像にしていると語りました。したがってダンさんは綾瀬さんのファンというだけであり、親子ではありませんでした。ダンさんは彫りの深い顔立ちと大きな瞳が特徴で、まるでハーフのように見えます。出自を確認したところ、父親がイギリス系アメリカ人だったことが分かりました。アメリカ人の父親と日本人の母親のハーフということですね。ちなみに母親は長唄の師匠を務めていました。芸事に携わる仕事をしていたため、
芸能界の人々とつながりがあったようです。おそらく女優に長唄を教えたり、映画界の重鎮を接待したりすることもあったのではないでしょうか。後ほど説明しますが、段さんは母親が映画界の重鎮に声をかけたことにより、初めて映画出演を果たしています。その後も母親は息子の活動を、精一杯サポートしていたに違いありません。一方父親は空軍の軍人で、段さんがまだ2歳だった時に朝鮮戦争で戦死しています。そのため段さんには父親に関する記憶がないはずです。ただ日本人離れした顔立ちを受け継いだことで、自身の顔を見るたびに父親の面影を感じ取ってきたのではないでしょうか。ダンさんは1966年、母親が知人の映画監督、三角健二さんに頼んだことで、映画、酔いどれ博士に出演することになりました。翌年には前田美波里さんと資生堂サンオイルの CM で共演。さらに資生堂の男性化粧品、MG5 の CM にも出演し、イケメンのファッションモデルとして人気を博しました。その後は歌手として活動し、俳優としては、江戸川乱歩シリーズ、明智小五郎に出演。当時はまだ珍しかったハーフ特有の端正な顔立ちと、確かなインパクトを武器に知名度を高めていったのです。ダンさんは1994年頃、トークバラエティ番組、徹子の部屋に出演しました。この時、結婚していないことを明かしています。その後も独身を貫いており、妻を持ったことはないようです。かつて婚約した女性がいたものの、ハワイの教会で挙式直前、彼女から、やっぱりやめよう。と言葉をかけられました。すでに教会に予約を入れていたため、牧師さんを長いまま待たせてしまったと言います。式には友人たちも招いていたそうですが、女性の気まぐれによって、すべて台無しになってしまいました。女性側にどのような事情があったのかはわかりませんが、きっとダンさんは悲しんだに違いありません。この件がトラウマとなり、結婚願望がなくなってしまったのかもしれませんね。気になるもので、検索ワードの中には、段次郎綾瀬はるかというものが数多くありました。この真相は、2016年11月4日に放送されていた NHK 系列の、BS コンシェルジュのいう番組でのことで、その時のものがこちらです。ということで大好きであるらしいですが、奥さんということではないみたいですね。次に、段次明結び婚というワードですが、一度も結婚していないみたいです。平成6年頃に段次郎さんが、徹子の部屋に出演された。際のことで次のようなエピソードがありました。わざわざハワイにまで行って、わざわざ教会で式を挙げようと友人たちを招いたというのに、婚約者の女性の気まぐれによって、すべて亡くなったということでした。段次郎さんがものすごく可愛そうですよね。その他にも離婚という噂もあり、その時のエピソードがあります。結婚したものの新婚旅行先で冷めてそのまま離婚した。という内容のことで、様々な噂がありますが、どれも証拠がないのではっきりとはわかりませんでした。お孫さんがいるというような噂もありましたが、子供がいないのにお孫さんがいるわけがありませんよね。調べてみると、何でも木曜時代劇、銀に貫で、松葉奥藤三郎の役で出演した時の孫の役が、モデルで女優の浦浜ありささんのようで、その他にも有名な方では、林遣都さんや芦田愛菜ちゃんや星ちゃんさんなども出ており、そこから広まっていってもおかしくありませんよね。その他に息子の他に娘がいる、などという未婚なのに根も葉もない噂がたくさんありましたが、高身長でイケメンで演技力も高いとなれば、その噂ができるのも頷けます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。